それでは早速ですけどもあの、えー、貴重なあの時間ですのでちなみに私の話を前に聞いたことがあるって方は今日はあまりいらっしゃらないはずですよねおそらく初めての方が多いんだと思うんですねあのじゃあの初めての方が多いでしょうからあのいつもの講演の調子であんまりダジャレ言ってるとあの信用なくしますのでできるだけ今日は真面目にやりたいなと思います 本当は私の公演とビールは生がいいなんて言いながらやるんですけど、はそういうことはなしに真面目に話したいと思いますので、面白みはないかもしれませんけど、よろしくお願いいたします。というのはですね、実は私、今回の新型コロナ危機で29回公演が中心になっています。で、今までですね、数えてみたんです、年末年始たまたま。どのぐらい公演したのかなっていうと、まあ、すべてひっくるめてですけど、 1400回以上やってましたたまたまですけどラジ拉致家族のあのねお亡くなりになった方と同じぐらい講演はしてたんですね。で皆さんこの画面ご覧いただいてわかるように本当の医療崩壊はこれからやってくるということもこのその長年の私のその懸念をまとめて書いたのは5年前の本なんですけども大変残念ながら今回の新型コロナ来て ようやくというか残念ながらこの懸念が多くの方に認識していただけるようになったなというのが正直なところですただ29回講演は中止になってるんですけれどもさすがにこの状況になって最近はめったになかったいろいろなまああの新聞紙を含めていろんなメディアの方からも取材を受けるようになりましてあの例えばまあ順番で記憶してる順番に言うと毎日新聞さんとか朝日新聞さんとか赤旗さん あとはあの読売新聞さんとかですね、まあ、不思議なことに昔から日経新聞と産経新聞さんからはあんまりあの取材がないんですけれどもそれ以外のところからはかなりあの取材に来ていただいて医療崩壊の,あの問題っていうのもあの聞いていただけるような状況になっておりますで今日は約あの1時間ですのでここに書いてあるように第1回は新型コロナ危機で明らかとなった脆弱な日本の医療 と、そのまえ、あ、現実みたいなことでお話をさせていただきたいと思います。30枚のスライドを使って約1時間でお話したいと思います。あと、不要な方には先ほども述べましたように。後であのご質問にもお答えしたいと思いますし。あと今回は幸い3回に分けて。 いつもの講演ですと大体長く最長でも90分で終わりなんですけど3回に分けてお話できますので今日はあくまでもその新型コロナ危機と日本の医療制度についてお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では早速ですけど始めます、まああここ。皆さんご存知だと思いますけどこれ、あの右上にあるのが全国424病院の公立公的病院の再現統合。 去年9月に厚生労働省が打ち出したその当時の NHK ですね。でこの原因が医師不足と赤字。医師不足と赤字だから全国の公立公的病院を再現統合しようという方針を昨年9月に厚生労働省が出していました。実は今回の東京都知事選でも、えー、小池さんは都立病院の独法化。 実はこれはマニフェストに入ってなかったんですけれども、独方化を強行されようとしておりまして、私は大変大きな懸念を抱いています。7つのゼロは達成しないのに、都立病院だけゼロにするのかよと私はまあ正直怒っているわけですね。やっぱりそういうマニフェストをちゃんと訴えてやらないとは、非常にあの政治としてまずいんじゃないかなと思っております。 でこれ、新型コロナ期にざっと言います、皆さんご存知ですけれども、左上は、これは新型コロナウイルスの PCR 検査数ですね、1000人当たりの。これはちょっともう,もう4月の28日時点ですから、1ヶ月以上前なんですけれども、日本は断トツで世界で最小の PCR 検査数。これと似たグラフが、この右下のグラフ、ご覧ください、これは医師数です。人口当たり医師数も断トツ最低レベルなんですね。 不思議なことに PCR 検査数と医師数が似たように少ないってこれが日本の現状でございます。で実はその背景には皆さんご存知のように日本はあの帰国者接触者外来ということで初めにあの、えー、保健所をね窓口にしましたんでそういうことも含めて、まあ、うまくいかなかったっていうのがありますけどこの保健所が減ってきたのもまあどちらかというと。 まあ社会保障とかそういうものをどん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 ん簡素化していこうという流れがあったということが見て取れるグラフだと思います。で、この民本はその病床削減ですね、感染症関係のベッド数もどん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 削減してきたということで、大変残念ながら日本はま PCR 検査も医師数も世界でトップ最低クラスで保健所を減らしてて、ベッド数も減らしてきたという流れがご理解いただけると思います。 でこれは実はあの今回の新型コロナで私が見つけた嬉しいデータなんですけども先ほどあの厚生省が全国400以上の公立公的病院を再現統合するという方針を打ち出したと言いましたけどもその厚生省が打ち出したあの背景には日本の経済界がどちらかというと主な委員をされている全世代型社会保障会議が要は 医療費とかそういうものが増えないようにするためにはどうしたらいいんだということで、このここをご覧ください。日本ではずっとこれは急性期ベッド数です。日本のあの、えー、国はですね、このアメリカは急性期ベッド数が少ないんですね。日本が多い。で、私は実はこの恥ずかしながら途中のここらのデータを知りませんでした。 ですからあの、政府発のアメリカよりすごく無駄にベッドが多いんだ、あそんなのかな、仕方ないなと思ってたんですけども、今回、世界の旧跡ベッド数を見ると、日本は確かに多いんですけども、韓国とかドイツも多かったんですね。で、皆さん、世界の死亡者数、皆さんご存知でしょう、アメリカ、すごく多いんですよ。韓国とかドイツ、少なかったんですよ。ということは、日本が少ないっていうことに、このベッド数が多いっていうことも、貢献した可能性ありますね。 ていうのは皆さんご存知のように、あの陽性者がどこにあの入ったらいいんだあの、ホテルに入った方がいいのか、自宅待機ということがありましたね。で自宅待機している方が間に合わなくて亡くなったとっいう事例もご存知でしょう。やはり日本がただベッド数をアメリカみたいに減らしていいという今までの方針が正しいのかということを、このデータを見つけて、私は非常に嬉しかったです。ただ減らせばいいというものじゃないということがあの分かりましたね。 あと一方、その日本が急激ベッド数多いんですけど ICU と言いまして重症者を見るベッド数がものすごい少なかったとっいうことも分かってこれも私も長年こういう勉強してきたんですけどこういうあのこれだけクリアカットなデータが見つかってうれしいなと思いましたちなみに今日発表するデータもしご希望の方がいれば PDF かなんかで焼き直して後で岡林さんの方からまたダウンロードできるように,もできるようにしたいと思いますので皆さんもぜひあのいろんなところで拡散していただけると嬉しいなと思います。 であ,のあともう一つ、あの財務大臣が、ね、日本は民度が高いと自粛というだけですごく世界から比べてあの死者数が少なかった、これはこのグラフですね、左上のデータどうしても明治維新以降、ですね日本はせ先進国と比べて見る体質がありますので、確かに先進諸国から見ると日本は死者数がだんと少ない、だけど皆さんもご存知の方いらっしゃるように、アジアでは決して少なくないんですね。 だから私は確かに世界と比べて少ないということは誇れて、それは嬉しいことなんですけども、アジアの中でナンバーワンになってて、喜んでていいのかなという気はするんですね。もうこれだけ違うということは、これどうなのかなって、これからまたこのいろんな分析はあると思います、ウイルスの性質が違うんじゃないかとか、もろもろありますけれども、あのこのことがあまり大手メディアで報道されてないということもちょっと恐ろしいなと、そういうふうに私は感じておりますが、いかがでしょうか。 でこれは今日あの作ってきたスライドでございます、これ、あの上は 3K ビズ、この丸2は日経電子版で、残念ながら日経電子版、私、今日午前中に雨の中ですね、あの県立図書館まで行って、日経新聞にこれが載ってないかと思ったら、残念ながら日経新聞は電子版でしかこれ、載ってなかったんですけれども、あの超過死亡、これも皆さんお聞きになったことあるでしょう、この間、この,この数年間と比べて、やっぱり増えてるんですね。 ところが、なぜ原価がわからない、つまり、新型コロナの PCR はも十分やってないので、もしかしたら、その中にはここに書いてあります、新型コロナの検査をしてないんじゃないかとか、議員制だったんじゃないかとか、いろんなことがありますけど、とにかく亡くなってる人が増えてると。ですから、今後、先ほどの,その世界と比べて日本は死亡者が少なかったということ、本当に真に受けてていいのかなと。 いうようなこともこの超過脂肪の世界との比較も見ながらやっぱり評価していく必要があるのではないかなと考えているデータですけどもちょっとざらながら私日経電子版ちょっと入あの加入してなくて読めないもんですからもしこれを読める方がいればそのまた今後もこれ出てくるとは思うんですけれども電子版にしか載ってなかったっていうことをちょっとご報告しておきたいなと思います。 で実はこの新型コロナであまり話題になっていないこと、私も先ほど来申し上げたいろんなあの新聞社からあの、えー、問い合わせがあると、このことも一生懸命話をしてるんですけど、私、あのー、最近はほとんど鳴かず飛ばずで、あの全国で講演するしかないんですけども、あの5年ぐらい前、あ、五年前じゃない、10年ぐらい前は毎日新聞で月に1回、5年間連載してたんですね、こう見えても。月に1回、5年間、60回ぐらい連載してました。 で、その時の記事がこれです。10年前。実は、あの、今回あまり話題になっているのは、テレビで時々感染症専門医っていう方が出て、あの、コメントされてるでしょ。実は、後で述べますけど、日本はすごく医師,部医師数が不足してるんですね。ですから、この感染症専門医も不足してるんですよ。10年前。 都内のある私立,私,私立大学で院内感染で亡くなった方がいらしたときに、かなりあの社会的に問題になりました。大学病院で院内感染なんか起きるのかよという論調だったんで、私は医師不足の観点からそれを調べてみたら、その,でその当時、感染症学会は日本の病院、それは一定レベル以上の病院には、当然感染症の専門医も必要だろうと。で、やっぱり3000人から4000人必要じゃないか、これは10年前ですよ。 10年前に感染症専門医、1015人だったんですね。今はおかげさまで増えてます。ただ、1500人。だから、1500人ぐらいしかまだ感染症の専門医が今、日本にはいないんですね。と、この視点があまりないんですけど、よくテレビで、現場は大変だとか、ストレスを感じてるとか、院内感染とか言いますけども、やっぱり専門医がいないということは、その感染症専門医を支えるスタッフも、やっぱり、 訓練された人がが少ないいい危険性が高いとということですねだから私はよくメディアの方に言います今の,あの日本の病院っていうのは感染症の専門医がいないっていうのは、まあ、社会部の方から電話来た時には社会部の方が急に科学部の記事書くようなもんなんですよって説明したりあと中華料理に入ってフ,フランス料理のフルコース出してくれって言われてるようなもんなんですよと説明してるんですけどもそういう状況が日本の病院にはある。だからや介護施設親、親 まあこれは私が珍しく覚えてるあの古語の,あの言葉であん,まりあんまり得意じゃなかったんですけど、いわんや介護施設親で院内感染とか介護の施設感染が起きるのは本当に当然なんですね。ですから、こういうキーパーソンがいない状況がある、しかも先ほど申し上げたように ICU もすごく少ない、これが日本の医療の実態でございます。で、なぜ私がこういうことを考えるようになったか。 まあ普通はここら辺の自己紹介をかなりあのスライドいっぱい使ってお話しするんです。というのは、私やっぱりいろんな方、特に大学生なんかにお話しするときには、必ず、私もそれを習慣にしてるんですけど、目の前の人がどういう経歴で、どういう出自どんな社会生活を送ってきたかで、その人が当然、どういうふうにこう世の中を見るっていう、見る目が変わりますよね。例えば、この間あるラジオ番組で、 あの日本の最高学府を出た方がアメリカにいる方であの評論家の方であえて名前は言いませんけどもその方がいろんな今の日本の政治問題を言いながらっのににと声ち今の日本の政治どう思いますかとその,アアのあの質問されたらその方がいやー今の総理に変わる人がいないでしょう。 って言ったんで,すで私気になってその方の出自を調べていましたらその方は最高学卒業して一番初めに勤めてたところがある民間の教育関係の会社でした。相手名前は言いませんけどあの文科省の,あの英語のね民間委託とかあい会社に勤めてた方でその方からするとやっぱりなんかこういろんな関係でまあ、別に今のあの給付金がどうだとか。 あのそういうことを言うつもりはないんですが、やっぱりそういうふうなつまりいろんな形で見方が変わるということですね。ということでなぜ私がこういうふうなあの石なのにこういうふうにあの変わったことを考えるようになったかということで簡単に自己紹介を一いやってます。私が生まれたのは心のこの県ですね。稲沢六郷があるこの県で3歳まで日本松していうところで育ちました。実は3歳まで日本松で育ったことが私が日本松少年隊 白虎隊っていうのは有名なんですけども、日本松少年隊っていう歴史がありまして、明治維新にも後々非常に興味を抱く、やっぱりきっかけにもなっております。で、私の父親は日本松の呉服店の次男だったもんですから、父親が後を継ぐわけにいかない。 この後を継ぐわけにいかないというところも、後々、家族構造と世界の多様性ということで、エマニュエル・トッドさんの本を読んだりするきっかけにもなったんですけども、まあ、あの次男の父親が後を継ぐわけにいかないということで、郡山に移ったと、まあ、これは生まれた頃の私です日二本松にいた頃郡山に父親が小さい洋品店を開業いたしました。小さい洋品店、だから私は小さい頃に、まあ、貧しい、どっちかっていうと貧しい洋品店の息子として育ったわけでございますね。 でたまたま近くにあったのが均等小学校通った高校が朝霞高校ということで福島県で一番古い小学校と高校とこ,こういうところで私昭和29年生まれです今65歳もうちょっとで66歳たまたま私安倍総理と同じ年で前川喜叡さんとも同じ年で昨年あの浦和で前川さんと対談させてもらった時に前川さんとお話したんですけど あの他には共通点一切なんですけど、一つだけ共通点を見つけまして、私と前川さん、安倍総理と同い年だということと、二人とも安倍総理から会食に呼ばれてなかったと、まあ、そういうことが同じだったんですけども、まあ、そういうことで、こういう昔の,あの地域で育つと、福島県ですから、執実剛健とか、義を見てせざるは言うなきなりとか、ならぬことはならぬものですということを当然のように思って育った少年時代を過ごしてきたということになりますね。 でその実は私、将来の夢は飛行機のパイロットだったんですけれども、高校3年生の秋までは飛行機のパイロット。だけど、このことを断念します。そのはその私の母親が 郡山にあった軍需工場で戦争中にで働いていて、軍需工場で大事な友達をアメリカ軍の爆撃で亡くしたという経験をしておりまして、高校3年生の秋に私がいよいよ宮崎の航空大学の受験票まで取って、宮崎に受験に行くという数週間前に突然涙を流して反対したんですね。 困りましたそしてその時に初めて聞いたんです、母親が戦争中、軍事工場で働いていて、アメリカ軍の爆撃で亡くなった、そして母親は私にこう言って、涙ながらに反対いたしました、もしあんたがパイロットなんかになったら、戦争が起きたら、一番初めに引っ張っていかれて死んでしまう、だからお母さん、反対。ということで、私はパイロットの道を断念して、いろいろ溶曲折があって、医者になったと。 ですから今でも安保関連法反対とか戦争反対の活動をしておりますけどこういうことも私がやっぱり母親から受け継いだ石なんですね。で私は安保関連反対とか石不足が問題だなんて言っておりますけどあんたは石だけに石が硬いねなんて言われますけど、まあ、すみませんちょっと今日は時間の関係であんまり面白みがないんですけどそういう話をやってるわけでございます。まあ福島県の,あの出身者でこういう方もいてあとまああの原発事故もあってこういう理不尽さも見てきたわけでございます。 復興五輪って言ってオリンピックを誘致した結果、はじめはコンパクト。コンパクト五輪って言っていたのに、全然コンパクトじゃないっていうことで、これも私からすればならぬことはならぬものです。<laughs> そしてなぜ福島県はこんな冷たい仕打ちを受けているんだろうということで、先ほど言った明治維新の歴史を振り返って、最近では公演では必ず明治維新のお話もしている。つまり、勝者が書いた歴史から目を覚まさないと日本人は、あの、民主主義国家は、あ ゲットできないんじゃないかっていうのが私の最近の話題ですけど、今回のシリーズではそれはあんまり触れることはできないと思います。で、実は私、そういう右翼曲折があって、実は青森県の弘前大学に入ったんですけど、臓器移植を志して東京女子医大に移りました。しかし東京女子医大に移ったんですが、日本は臓器移植がなかなか進まない国だったもんですから、平成元年から埼玉県の再生会クリアシブに出ました。 平成ここが私が私再生クリアシに出たんですね初めの10年ぐらいはまあまあでしたというのはすごく忙しかったんですけれども、まあ、患者さんから感謝させていただけるしかも一般病院は大学病院と違って自分の生計を立てるためにアルバイトをして土曜日とか日曜日まで他の病院に行ったりする必要がありませんでしたから大学よりはずっと、まあ、今でも無給医の問題とかね過労死の問題とかありますけどそういう面では医師としての充実感をあい 味わえたたののがこの10年ぐらいだったところが皆さんご記憶でしょうかこのあとですね日本はまあこの今日のこの青線はまたこのアメリカの,あの問題とかは後で機会あればお話し,しますけど医療事故が1999年後からものすごい都立広尾病院東京女子医大の心臓の手術の問題あとあの牧刀病院の産婦人科問題つまり医療事故がずっと報道された時期があったんですね。 そうすると、この影響をもろに受けました。この当時は何かあると医療事故じゃないですか先生とかインフォームドコンセントだからちゃんと説明してくださいもう土日でも夜でも患者さんの要望があれば説明しに行くのが当たり前という状況があって何かあってもつまり起こりうる合併症が来ても医療事故じゃないかと後ろ指を刺されるような状況になったんですね。 でこの当時、私は1998年に発足した医療制度研究会であ、後ほど述べますけど、日本の医療っていうのは、先進国最低の医師数と最低の医療費だということを知ってしまった。そしたら、最低の医師数で最低の医療費でクオリティが高いもの、提供するのは無理なんですね。私、その頃思ったのは、100円ショップでルイ・ヴィトン売ってないんだけどなと思ったわけでございます。 ところがそれを一般の方はご存じないもんですからきちんとやるのが当たり前だっていうふうに我々が非難される。でそれで私は医師不足の行動を訴え始めました。そしてようやくこの医師不足の報道が出たのがこの数年後なんですね。ただし皆さんご存じの1回医療従事者っていうのは例えばカルテを改ざんするとか嘘をつくとかっていうイメージが定着してしまうとそれを払拭するのが大変だったと。これが私の 苦労した経過でございますで2008年に牧頭病院の事件があってこの頃舛添さんが厚生労働大臣でようやく医師増員に転換された本当に苦労してるわけでございますねでこれが私がよく言ってるあの状況ですけど日本の医師今でも医師不足は偏在だと思ってる人が多いこれが困ったことに勤務医とか若手の医師も偏在だと信じてるんですね これはちょっと時間の関係で腐っていきますけどこの横の黒線は日本の地域辺りの医師数の平均ですこの赤い線は OECD 加盟国の平均です OECD 加盟国に徳島も京都も境地も追いついてないんですけれども日本では偏在が優勢で私のように絶対数不足という声は全然通りません私これを15年以上言ってるんですよ だから本当にもう、やっぱりそういう目でいろんなメディアを見る目が養われました、メディアリテラシーが養われましたね。で、もし日本の人口当たり指数が o いしいで平均並みにいるとすると、13万人不足してます、今、全国で13万人。だから感染症院なんて不足してるのが当たり前なんですね。救急医も不足してます。がんの専門医も不足してます。充足している科はありませんから。 ととところがが今でもも国は偏在が問題と言っててていまます。す。そししし医学部定員をうう数年後から削減しようとしていますだから私は今回の新型コロナが来るまでもうだめかなと思ったんですけども先ほど来申し上げたようにようやく久々に私にも取材に来てくださるメディアの方もいらして私は今回の新型コロナ危機がラストチャンスだと思っていますつまりいくら正しいことを言ったとしても通じないんですよ メディアが報道してくれないと通じない。だから、いくら私言ってること、スリランカですよス,リスリランカじゃなくて正論ですよねなんて言ってもだめ。これはもう1400回やってるわけでございますね。これが日本ですね。で、医師数だけじゃなくて、これが先ほど申し上げた医療費。これは横軸は高齢化率、縦軸は GDP あたり医療費です。 これは1970年から2016年までの刑事的なその国の高齢化率と医療費の伸びをプロットしたものですね。日本はご覧の通り、右で一番右高齢化率が進んでますけども GDP あたり医療費は他に比べ,比べて高齢化率が進んでいるのに上昇していません。けどこれもメディアは世界と絶対比較してくれない。日本の医療費だけ上がってるということだけ報道するんです毎年。 40兆円になった、40兆円になった、42兆円になったと報道します。そうすると多くの日本の人は、あ、医療費が高いからしょうがないんだな、消費税上げられてもしょうがないんだなと思って、素直に信じてしまう。日本人って素直なんですね。私みたいにね、なんかおかしいんじゃないか、嘘つかれてんじゃないかと思ってる人はほとんどいません。これが日本が良くならない大きなポイントだと思って、私は懸念してるんですね。で、 それなのに、日本の医療費が先進国最低に抑制されているのに、日本人の医療費、窓口負担は世界一高いんですよ。患者さんの窓口負担、今、サラリーマン3割でしょ他の国ではもっと安いです。だって、窓口負担がな,いなくていいように、事前にヨーロッパなんかでは税金を納めたり、医療保険税をと納めてるんですね。だから、こういうことも日本人は知らされていません。 人がいいから医療費が高くなる財政赤字だっていうとしょうがないね個人負担が上がってもしょうがないねって本当に日本人って優しい国民なんですよねということで私はこう言ってます世界では医療費負担は無料無料が当たり前だのクラッカーって言ってるんですけどこの話すると当たり前だのクラッカーしか覚えてない方もいてなかなかここから、ね、使っていいもんだかどうか私も悩みながら使ってるわけでございますということでこういうことを訴えて私が初めに大手のメディアにあの 登場させていただいたただ年もう18年やってるんです、これ。けど、おかげさまで最近ほとんどテレビから呼ばれなくなりましたけど、これでもかつては結構テレビにも出れた時代もあったんですね。2002年の朝日新聞。一番これ朝、朝あの NHK の日本のこれから看板番組のメインゲストで出ました。司会者、芸能人、私、私の外側に厚生労働省、事務次官、足しか映ってないのも日本医師会長という,もうメインゲスト。 2006年10月20日は私が生まれて最高に輝いていた日なんですね。で、おはよう日本とか、高人のそこまで行って委員会、大阪のこの番組も3回出ました。あとは、朝まで生テレビにも出ました。この方頑張ってくれてますね。いろんな意味で。私応援してますよ。で、なかなかその後は泣かず飛ばずになりました。あと、菅原文太さんとも出ました。ラジオです、これは。 で先ほど申し上げたように、毎日新聞にも月に1回5年連載しましたけど、最近どこで講演しても私のことを知ってる人はいない。私のことを知らなくても、ボクシングの山根会長のことは皆さんご存知なんですよね。いかに情報を伝えていくっていうのが難しい。先ほど申し上げたように1400回やってるんですよ。だけど伝わらないんですね。本当に大変だなと、そういうふうに身に染みてます。 まあこれは NHK の日本のこれから、あとはまあそれからあのフジテレビにも出ましたけど、ここで言いたいのは、やはりこういう時に私を抜てしてくれるようなメディアの方もいろんな意味で、その後会社で立場が悪くなるということも見聞きしております。例えば別な、渋谷から別なところに移ったりとかですね、会社を辞めたりとか、他の会社でもそういう人、何も見てます。だから私はメディアの方も頑張ってる方がいるんだけど、頑張ってる方がなかなか言いにくいような状況があるということも非常に見聞きして、よく分かってます。 だからよくあのメディアが悪いんだよなんていう人がいますけど、それ自分たちが情報を出す工夫をしないとっていうのが私がそう思ってこの1年でやってるわけでございますね。で、本も書きました。あと民主党が政権交代した頃にはこういうふうに文科省の委員でも意思不足のことを訴えたりしました。これ私です、2011年。残念ながらこの2ヶ月後に東日本大震災が起きて民主党が瓦解していくわけですね。で、こういう本も書きました。あとは えー、2014年には衆議院厚生労働委員会で国会で初めて話しました講演でいつもこれあの私はあのこれ承認喚問じゃないですよ参考人ですよって言うんですけどこういう話もしましたでこれが私が外科医を引退する年に書いた本当の医療界これからなんでこの本を書いたかっていうともう外科医と片手間にやってても日本変わらないんでもう60になって外科医ってやっぱりどっちかっていうとスポーツ選手なんですよね ですからもうこれからこれでいくぞって一応福島県人ですからならぬことはならぬっていこうと思ってこの書いた本が残念ながら5年後の今現実のものになろうとしているとこういうことでございますで久しぶりに TBS ラジオ鬼チキさんに呼ばれたのが2年前この番組は今でも聞いてますあの実は呼ばれる前からこの番組聞いたんですけど彼頑張ってますね毎日いろんな人を呼んであの今でもあのほとんど毎日のように聞いて勉強してます あとこれ2回目の参考人です。で今日一番初めに私申し上げたいのはこういうことを学んですくづく思ったのはこの本庄先生京都大学これ結構キーワードなんですけどね京都大学の本庄先生がいろんなある雑誌に出てるのも嘘だと簡単に世の中のことを信じちゃいけないぞっていうことをおっしゃって。 で、たまたまこの本庄先生が言われる前に私 SNS でこれを見たんです2018年の京都大学に出てた縦看板受験生の皆さんへ偉い人の言うことが全て正しいなんてありえない偉い人は自分の立場を守るために平気で嘘をつくし真実をもみ消そうとするだから人の言ったことを安直に信じろではなく自分の力で信 心理を探求し自分の考えで物事を判断してほしい真実は自分の目で確かめるものです大学とはそういう場所だと思います試験頑張ってください兄弟いやー私もそうだと思いますただし私残念なのは私が弘前大学の学生の頃はこんなこと全然思ってませんでした私がもしかしたらここの立て替に変えてのことが本当かなと思ったのは4十五過ぎて先ほど来申し上げた石不足 自分がエビデンスを集めたものと全く違うことが平気で報道されているというようなことを現実を見て、これをつくづくと思ったんですね。で、最近私、あの、旅んの、この岡林さんに感謝しなくちゃいけないのは、このことを裏打ちするようなことを旅んの番組でも見ました。小森洋一先生の講演。ですね。あの、夏目漱石さんの心。あと、小森洋一さんの、あれですね、あの浮雲。 そういうのを見るとやっぱりいかにあの当時から東大っていうのが日本では特別な存在であったのか帝国大学私調べてみたんですけど東大と京大って設立に20年差があるんですね。 だからやっぱりおそらく兄弟の方も20年先輩の人が官僚にいた当時ずっと上に見てたっていうところでこういうことがきっと学生さんもなんか伝わったんじゃないかで本庄先生もそういうようなことをおっしゃるようになったんじゃないかなということで今回の旅船の小森先生のお話と夏目漱石さんのお話心のお話なんかでは非常に東大のヒエラルキーというんですかそういうことが今の日本の政治にも影響しているな。 ち,ちなみに今回ね、あのえー、アメリカであ,の、ね、あ,のある広告会社とパーティー開いてたって人も、兄弟ではない方ですよね。ということで、まあ、兄弟ではないんだけど、力は兄弟って、まあ、わけが分からないことを言ってますけど、そういうふうな感じを考えているわけでございます。で、これが日本の師不足の歴史。まあ、これも時間のおかげでちょっと言いますけども、1960年代は日本と OECD は師数がほとんど同じだったんですけども、 その当時、皆さんご協いらっしゃる方、ご協の方いらっしゃるでしょう。この頃結構無遺産っていうのがキーワードになってましたね。で、これは日本もそういうこところをどうにかしないといかんぞということで、一県一医科大学を設置することにいたしました。で、やっと一県一医科大学ができた頃に、後に間が悪かったんです。オイルショックが起きて、その頃の土工林長が。 米国鉄健康圏は日本の経済の足を引っ張るということで、産経ということで、米国鉄健康圏が目の敵にされたわけです。これが今の全世代型社会保障会議のルーツでもありますね。そうすると、この1981年の土光林町にこうして、当時の厚生省保健局長が医療費防告論、保健局長がこれを言ったというのはキーワードです。保健局長。そして、閣議決定。 で最近でもおなじみの課金決定で、せっかく増やした医学部定員を削減することをしました。ここでわかることは、日本は世界を一切見てないということですね。世界は医師どんどん増えてるんですよ。もう世界は無視。だからこうすると、なんで PCR が少なかったのかなということもわかります。世界のことなんて関係ないですから。でもそんなの関係ねって、まあ、まあちょっと古いですけど、そういう感じですね。世界は関係なく進めるのが日本の政治です。 そして、この後、新卒後臨床研修生と医師もいろんなオールランドの勉強をしなくちゃいけない。実は、今回の講演でこれ全部説明できないかもしれませんけど、この目的の一つにも、現場で働く医師を少なくしようという目的があったということも、ちゃんと証言で残ってます。医師を少なくすると医療ができない。そうすると医療費が削れると。もうそれだけなんですね。日本の国の医療政策、医療費を減らしたい。これが日本の医師不足のルーツでございます。 それで今の現状、これは2019年、昨年の1月、これは厚生労働省のデータでございます。厚生労働省が医師の働き方改革の検討委員会、そしたら恐ろくすべき情報を出しました。厚生労働省がこの赤点線をご覧ください。この赤点線は時間外労働の線です。これより上にいる人は、ここでもし亡くなったら過労死認定基準で働いている人ですね。去年の、 1>, 1月のデータで日本の勤務医は8万人過労死認定基準以上で働いている。8万人ですよ。他のすべての職種で医師が一番長時間労働してるんですね。で、これ1900時間っていう過労死認定基準の倍。だから過労死認定基準の倍で働いてる人が2万人いるんです。すごいでしょ。まあすごいでしょって、ここを喜んじゃいけないところなんですけども。だから私、これで思い出しました。昔、007は2度死ぬってなったけど、今、勤務医は2度死ぬってなってるぞと。 これなのに皆さん医学部定員削減されようとしてるんですよ。これでいいんですかこれが私が頑張っている状況でございます。実際こういうことも起きてます。新潟市民病院の研修医が過労自殺。これは2013年の毎日新聞ですね。だけど、全国で講演していると感じるんですけど、医師の過労自殺を知っている人はあんまりいないんですね。電通の過労死自殺を知らない人はいないです。 石は残念ながら過労自殺してもメディアで取り上げていただけない、これが現実です。あとはこれは最近話題になっている無給医、今もう話題になってますね、新型コロナ危機でこの無給員の人が保障もないままに働かされているというような話も出てますけども、この無給医、大学院なんかで働いてる人は給料もらえないんです、お前学生だから。 大学院生として給料を払いながらそれで自分の生計を立てなくちゃいけないので土曜日とか日曜日当直に行くその間に交通事故で亡くなった無給医ということですね実はこの,の NHK が無給医を取り上げてくださった理由には皆さんご存知かと思いますけど NHK の職員でも過労を実施した人がいらっしゃるんですねそういうことで NHK も無給医を取り上げてくれるようになったただこの問題は今も解決しておりません で、厚労省がいかに医療費を削減するのに頑張ってきたか、これがそのデータでございます。先ほど私、あの、えー、当たり前でのクラッカーみたいな、すいません、とんでもないので出してしまいましたけど、厚労省はこの右側のグラフは先ほどご説明いたしました。日本は高齢化率が世界一なのに GDP あり合っている医療費。ここをご覧ください。ちゃんと抑制。抑制ってちゃんとグラフをきちっと抑制してるでしょ上手なんですね。 そのためにどうするか。厚生省が2025年の医療費を予測してます。1995年には2025年の医療費が140兆になると予測します。つまり、課題に予測するんです。そして、はい、じゃあ、抑制しましょう。101兆円って予測、はい、抑制しましょう。つまり、将来高くなるぞと国民をビビらせる。そうすると、国民も皆さんお気づきのように、 欧米では個人負担があまりないですからほんと極端に言えば医療費が高くなってもサービスが向上するだけなんですけども日本の場合は個人負担が1割、2割、3割と窓口負担が上がってますので医療費が増えると自分の負担も上がってしまうかもしれないと抑制に賛成消費増税に賛成私、上手だなと思います、これは映画じゃないけど上手こうやって医療費の抑制がさくられてきた。 ちなみに後で説明しますけど、日本の医療費は公定価格です。国がもう重箱の墨をつつくぐらい全部値段を決めてます。だから簡単にコントロールできるんですね。これが日本の医療費の問題でございます。で、例えばどのぐらい日本の国が医療費を抑制しているか。開業の先生の外来、年間外来の患者数を見てください。日本の開業の先生、こんなにまめに働いています。 なんでこんなに患者さん多く見てるか見てください。一回あたりの受診のこの値段。単価を見てください。7000円。平均の外来単価。末で7万ぐらいでしょこの間私、数ヶ月前に,にある病院の先生が、うちの病院は赤字ですよって言うんで、その病院の外来の単価を見たら、やっぱり7500円でした。だから結局、薄利多売するしかないんですね。 で、この単価を決めてるのが厚生省の中医卿というところです。だから私はよく言いました。病院だけにもっと単価を上げないと。単価を上げよう病院なんだからって言ってましたけど、まあこれが日本のビジョン。だけど、こういうことを知らない議員さんたちは、例えば都立病院が赤字なのは都立病院がだらしないから、独法化すればいいと。こういう短絡的な結論に言ってしまうんですね。ですから私、都立病院は反対だ。だから私よく言います。 もし例えば、スターバックスでも牛丼でもいいんですけど、まあ、仮にあのいろんなコーヒー店がありますから、ああいうコーヒーチェーン店のコーヒーが世界一高いコーヒー豆を買わされて、一杯100円で売れって言われたら潰れると思いますよ。それをコーヒー店の努力不足っていうのは、フェアじゃないでしょと私は思う。それを言ってるわけでございますね。こんなに違うんです。 で内視鏡の点数、日本のドクターの内視鏡の技術,技あの技術はかなりトップクラスでで、見てください、日本の内視鏡の点数、これちょっと昔で少し変わってるかもしれませんだけど、大体こんなもんだ、胃の内視鏡をすると1万1千円です、アメリカ見て、6万円、大腸は1万5千円、アメリカ7万円、ERCP という特殊な内視鏡は日本1万7千四百円、アメリカ8万円、こうやって安く抑えられているんです、これも国が決めています。 だからこんなに安く自分で抑えておいて、赤字、医師不足と赤字を理由に全国400以上の公立公的病院再現統合って、福島県人の私が黙ってられると思いますかならぬことはならぬものです。と、こうなってるわけですね。で、これは手術量、私、外科医ですから手術の値段、もちろん手術量も日本は国が決めてるんですよ。 盲腸の手術でします。この日本の病院で盲腸の手術すると、手術料、入院料、すべて込み込みで、総額で病院が受けてる値段ということです。よろしいですか病院が受けてる総額ですね。これ右側は、まあ、窓口負担、まあ、つまり個人負担ということですね。で、この値段も国が決めてるっていうこと。よろしいですかで、皆さん海外に行くとき医療系に入っていくでしょあれなんでかっていうと、 毎日海外ででで医療を受けるとすすすごごくくく高いいいかからららねすごく安かったら保険に入なくていいでしょだって、海外で医療にかかる機会ってあんまりないですよ。私も今までまあ10回ぐらいは海外旅行行ってるけど、1回も病院に行ったことないですから。だけど入る、それはめちゃくちゃ高いからですね。日本で40万の盲腸の値段、もし皆さんがスイスに行って受けたら、スイスの病院がどのぐらいかかるか、一番左上、ご覧ください。ジュネーブ、300万。 皆さん、驚いてますかここ驚かないと驚くところないですよ、私のスライド、あんまり。アメリカ250、ロンドン、バンクーバー、パリ、ローマ、ヨーロッパも100万以上200、日本40万、今これ30万ぐらいです、日本。日本はこんなに安いんですよ。これで病院が苦しじゃないのが、病院の努力不足っておかしくないと私は思ってるんですね。ちなみにヨーロッパ見てください、個人負担なし、これはヨーロッパの,その国民はですよ、日本人は違いますよ。 日本はほら、高いでしょ個人負担。こんなこれが知られされてないんですね。だから、都庁の議員さんもこれ知らないから、取り締め赤字だらしないぞ、独法か賛成っていう知事さんを応援するわけでございます。知らないっていうのは罪ですね。で、ちょっとアジアはちょっと飛ばしますけど、アジアも日本より高かった。で、理不尽なのは、この右上ご覧ください。 これだけ最低に抑制された手術料入院料の日本の病院が買う薬とか医療機器の値段が世界一高いんですよ。これも国が決めてるんです。注意喚。不思議なことに薬とか医療機器メーカーには結構こう、なんていうか優しいんですね。我々には厳しい。だから最低の値段で手術とか外来やってて最高の薬とか医療機器買ってたら黒字になると思いますか それで全国の公立公的病院再現統合っておかしくない私言ってることスリランカですよねここでこうやってると2、3人正論っていう人がいるんですけどちょっとミューとしてるからそれが聞けないから残念ですね。でちなみに胃がんの手術量は120万ぐらいです。あちなみにこれ胃がんの手術量はあのアメあのヨーロッパの盲腸の値段ぐらいなんですね。 かわいそうでしょう、外科医。私知らないで外科医になっちゃったんです。これ知ってたらちょっと考えたかもしれませんけどね。120万。ところが、抗がん剤の値段見てください、抗がん剤。1年間でこれだけ。これが日本です。この間もなんか1億以上の薬が認められたって出てましたね。もちろん私は、効く薬が高いのはいいけど、薬高くするんだったら、やっぱりせめて手術量とか入院料もそれなりに、それなりに出してもらいたいって、私は贅沢でしょうか、私の。あの 容器はおかしいおかしくないでしょと言ってるわけです。これは20年言ってるんですね、20年。よく、あんたは変わってるなって、移植だなって言われるけど、もともと腎臓移植やってたから。ということですね。いや、これは実は、アメリカの医療も垣間見たということが関係あるんですけどね。向こうを見ると、日本の体制がいかに少ないかということ分かるんですよで。そういうことも私が気がついた、移植やってたことも関係あります。 国民性の違いを深く変えになったのもアメリカと日本の移植の進展が違うということを考えたからです。ということで、この結果でご覧ください。日本の病院の黒字赤字、収支率です。これは日本医師会のデータなんですけど、年間、黒字、上に行けば黒字、下に行けば赤字、ほとんどがアップアップしているのをお分かりでしょう。医療法人、私立病院、国立病院、公立病院、 公立、公立っていうのはあれですね。それこそ取あの、県立とか私立、都立ですね。公的病院、日赤再生会、JA。みんなアップアップです。ここに新型コロナが来たんですよ、皆さん。患者さんが減るんですよ。しかも一般の病棟も開けて受け入れなくちゃいけない。赤字になるのも当たり前だのクラッカーでしょ本当にもう、 国が作った赤字です。だけど、そういう視点がないんですよね。一方、先ほど日本の薬が高いと言いました。日本の薬の平均相対薬価、イギリスを100とすると倍です。羨ましいですね。フランス、ドイツよりも1.5倍ぐらい。で、その結果、見てください、この利益率。さっきの病院の利益率、最高でも5%ぐらい。薬剤メーカーの利益率。 内部留保、ね、病院はすぐ赤字で、皆さんもお聞きになってるでしょう、病院の職員のボーナスが今年はゼロだとか、何割削減ってとこ珍しくないんですよ。命までかけてる病院のボーナスが削減で、おかしくないですかこれが日本ですね。その結果、これだけお,お金持ってる薬剤メーカーは、海外の製薬メーカー、大手シャイアを6兆8千億、6兆ですよ、これ。 病院は火事で潰れるかもしれないですけどうのに。これが日本なんですね。これが先ほどと別なデータで見ますけども、医薬品企業、売上高、営業利益率ということで非常に医薬品企業はしっかり。だって先ほど言いましたね、値段が国で決めてもらえるんですもん。羨ましいです。我々は値段が世界で最低で国で決められるんですもん。 これどう見ても福島県人じゃなくてもならぬことはならぬものでしょですよね。私はこれをもう黙ってるわけにいかないなと思って、本当は無口だったんです、私なんて。うちのおふくろ言ってましたよく、広しお前なんて生まれてから10ヶ月はほとんどしゃべらなかったんだけどねって。まあ、すいません、ちょっと公園の雰囲気も少しだけ出させてもらいました。これが日本ですね。 これで先ほど来申し上げた全国424病公立公的病院再編統合その理由は医師不足と赤字。あんたこれ両方とも自分が作ったんでしょって。これが私が今怒っている大きな理由ですね。これは東京だけありました。424病これ全部出せないもんですから、これ関東だけで49病院ですね。都立病院がここら辺でございます。この間八丈島にも行ってきました。 公園、去年の,あの8月、八丈島に公園。皆さん、八丈島の病院が黒字になるわけないでしょだってあの、天候悪いと飛行機も飛ばないとこなんですよ。そこが赤字だからって、それ、ダメなんじゃない人が住めなくなるでしょ北海道にも何回も行きました。今回、新型コロナでやっとく地方にも行こうってなったけどあの、どんどん病院潰すと、北海道がいくらいいとこでも人が住みにくくなりますよ。 心配だもの。だから本当にこれ、どうにか食い止めたい。だけど皆さんご存知かもしれませんけど、厚労省はこの400病院以上の再現等を見直しようとしてませんし、小池都知事も全く都立病院独法化を見直そうとしてませんね。しかも、独法化を決めた時の文書ももちろんありません。どういう経緯で決められたかもありません。これが今の都立病院独法化です。あ、こうですね。ちなみに、都立病院の あの、繰り入れ金は赤字だって言ってるんですけど、先ほど来申し上げたように、病院は黒字になりにくい体質なんですよ。年間400億円です総額。それは都予算の0.54%でした。都の予算の0.54%を都立病院実労に使って何が悪いのって私は思うんですけど、皆さんいかがでしょう。今回の新型コロナでも随分都立病院の感染症別途活躍しましたよ。 けどこのままだと露出度が高いから当選しちゃうね。しかもやっぱり強い。今回本を見て分かりました。この人は一筋縄じゃない。かつね、このままだと。と、都立病院は見事に突破されますよ。すごい方ですね、小池さんという方はね。福島県人から想像できないようなタグな方です。ちなみに、これ日経新聞。 なんですけども、経済、ね、先ほど今日言いたいことは、経済優先にして日本は医師不足と病院の赤字を持ってきたわけです、医療費がもったいない。だけど、経済再生させるためには3つの条件が必要だ、再生産数、つまり感染が下火になることですね、あと検査数をしっかりやること、いろんな意見がありました、検査しても意味がないんじゃないかって、また、権威がある方、テレビで言うとそれを信じちゃう人が多いんですね、私は検査しなくちゃいけないなと思いました。 だっていけないから J リ, J リーグだってあのプロ野球だってやってるんでしょあれちゃんとやんなくちゃいけませんよね新宿の飲み屋の人だけやればいいってもんじゃ,じゃないと私は思いますけどどうでしょうかあと ICU が多い。これ3つとも日本ちゃんと目指してないんですよ。だから経済最優先であの医療を削ってきた結果がこの結果ということで私から言わせれば私に聞いてくれればいいのになと思うんだけど、まあ、どっちかというと私が一番嫌われてるタイプですからね。 石なんんてて言っっるからすす嫌われちゃってるんです私私よくねこういういろんなところで文書解体すると講演してるとこんなに面白い人だと思われなかったって思わなかったって言われますすごく文書だけ見てると怖い人に見られてるみたいねというのはやっぱり日本人でこんなにね構成上がおかしいなっていう人あんまりいないんですね構成ああせやなって言うわけでしょ私いやあなたの言うこと新しいですっていうここが大事な日本人の生き方ですから そういう意味でこんなに面白い人だと思わなかったってもう面白い割には同じネタの使い回しということでそこはお詫びしておきたいなと思います。ということでこれはさっき出た話でございますね。ということで私が言いたいのはこれです。この方は九州大学の法学部の教授で内田先生という方です。患者の権利宣言。私は日本の医療に関してこういう懸念を持っています。患者さんの立場の宣言です。 国策に放出する医療は科学の名に値しない、統治のための技術でしかない。国家からの独立性の保障をなくして、科学も専門家も存在し得ない。医療、医療提供者が国策に放出させられるということは、国民の命が国策に放出させられるということ。私は本当にそう思いますね。過労死ラインを超えて医療安全は守れない。ということで、今日の私の話はここまでとしたいと思います。